本日は1989年に公開された映画「スイートホームについてご紹介したい。本作は劇場公開後、ビデオソフト化されて、映画館のみならず、レンタルビデオでご覧になられた方もいると思われるが、その後、目立った動向は見られることもなく、現在に至るまで DVD 化されていない。その背景にはもろもろの諸事情があることはわかるが、 それにしてもこれほどのホラー映画作品がいまだに見られることもなく、お蔵入りとはなんとも残念な話である。制作葬式は俳優でもあり、監督としても、マルサの女、などの映画作品で知られた伊丹十三であった。当時民放テレビで、この映画の番宣で伊丹が、ハリウッドの特殊メイクで知られたディック・スミスを招き、本格的なホラー映画作品になったとこの映画に対する意欲ぶりを語っていたのを思い出す。 監督は今ではホラー映画の第一人者となった黒沢清が抜擢された。伊丹は俳優としても出演しており、妻の宮本信子を主役に夫婦揃って共演し、仲の良いところを見せていた。やはり、この映画の主導権は、監督の黒沢よりも伊丹によるところが大きく、それは配役からして伺われたものだ。ストーリー展開は、オカルトやホラー映画にありがちな洋館を舞台に、 そこにテレビ取材班が興味本位に駆けつけたところから、ただならぬ状況へ巻き込まれていく怪奇現象を描いた物語であった。伊丹も老人役で登場し、この洋館に以前住んでいた家族が次々と不幸に見舞われた過去の悲劇を語る。そもそものことの発端は、誤って供養塔を壊してしまったことから始まるのだが、この当時、本作を劇場で見たが、前編がほぼ洋館の中で展開される内容に、 なんとも薄暗い作風な印象を受けたものだが、それも演出効果であったのかと、そのくらい洋館から天空へと突き抜けていくラスト、カラフルな明るさへと変わり、徐々に浄化されていく悪霊のシーンは、斬新な演出効果であった。それは、新東宝映画の怪談ものを手掛けた、大化中川信夫監督の映画作品に対するオマージュにも見えた。そして、今なお、日の目を見ない本作の大きな理由は、 二次使用が伊丹から黒沢へ支払われていないことから、裁判沙汰にまで発展したが、結果、黒沢側が敗訴したとのこと。今となっては伊丹もすでになく、そのことを言及すべき関係者もいないことから、発売も難しいのであろうか。